先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。失敗する人と成功する人の違いってありますか？なるほどね、あると思いますね。うん、はい、失敗する人成功する人の特徴って言いますか、あるんじゃないかな。まあでも失敗って悪いことじゃないっていうふうに僕は考えています。はい。はい、えー。だって新しいことにチャレンジしたら絶対に起きることがある。それは何かっていうと失敗することです。はい、失敗します。だって。 やったことないことやるんやもん、うん、失敗して当然やと思うなどれだけ偉い人でもどれだけすごい人でも今までやったことないことやるんだからそれは失敗すると思うんだよね昔は屋さんまさんも言ってましたあ、そうなの失敗しないと成功しないああそうだと思う失敗した方がいいってみんな言ってるよね、ええうん、で、成功した人が言ってるから説得力があると思うよね <laughs> <laughs> さんまさんが言ってるたりすると僕が言葉よりもやっぱりさんまさんの方が説得力あるなと思うねうん。 でその失敗のの積み重ねでで、えー、自分は何を学んできたかっていううことだとだ思うのよ、はい、失敗にもただ失敗しましたっていうだけでバカみたいにまた同じことやってたらまた失敗するからね、はいうん、同じ失敗を何度も何度も繰り返すっていうのはよろしくないですよということをまあ言いたいかなだから失敗する人成功する人あるんだけどじゃあまずその失敗する人によってえー 失敗する人って僕は理由が2つあると思うんだよ失敗する理由って2つあるかなと、うん、失敗する理由のまず1つ目は何かっていうと知識不足情報不足の時ですよと、うん、知識不足の時情報不足の時っていうのがもう失敗する最大の理由かなと僕は思っていてどんな人間でも知識量が少ない状態で勝負すると絶対負けるし失敗すると思うんだよで仮に成功したとしてもものすごい時間がかかると思うんだよね、うん、例えば えーまあまあ、ボーリングとかね、はいうん、あのピンを倒してねって言って、ボールだけ渡されて、あれ、投げるんだよって言われたら、はい、こうやって下から投げるったら一番いいんだっていうのが分からないと思うのよね、はい、こんな重いボール、どうやって投げるんだみたいな、はい、て、知識がないとそうなっちゃうと思うのよ。はい ビリヤードもこ、この、え、何、これ、つくのみたいな、どうすんのた叩くのみたいな、<laughs> こうやってやるのみたいな、<laughs> 知識がないと全くダメみたいな、うん、分かりやすいところでね、うん、どんな人間でも、その知識量が少ない状態で勝負すると、絶対負けるし、失敗しますよっていうのがあるのよね。 うんでまあ、それだけじゃありませんよと。で、これが2つ目の理由になってくるんだけど、失敗する理由の2つ目は、経験不足のときですよと。情報量が少ないと失敗するからといって、情報収集を熱心にする人は多いの、ね、今の時代、デジタル社会だからね、すぐに情報って集まるじゃない、うん。でも、情報収集しただけでは成功しないわけですよ。実践しないと意味がないわけね。うん、実践して初めて学べることがありますよと。 最近のボウリングだったら、あのね、あなるほどと、ボウリングをきれいに投げるのに、下から投げたらいいんだと、で、ああやってきれいなフォームで投げたら、スパーンっていくんだと、手首の回転を投げたら、ぐっと回,回転かかることによって、ピンが巻き込むように倒れるんだっていうのが分かれば、なるほど、分かった、分かった。 って言ってそればっかり見て実際に自分で投げようとしないっていうね <laughs> それはうまくにならないようんぶっつけ本番でいきなりそれができるかでできないよねやっぱり練習が必要ですよ実践が必要ですよっていう話だと思うのよねだから失敗する時っていうのはあの知識不足の時と経験不足の時ですよとでそこで成功する人とそのまま失敗で終わる人がいてると思うね、はい でさっき言ってたように失敗で終わっちゃう人っていうのは何も考えてないってことね、うん、考えるほど言いたい何も考えてないとやっぱり見当違いなところを直そうとしたりとか、えー、どうでもいいことをやろうとしたりとかそれとも同じようにいつか一生懸命頑張っていたら、えー、うまくなれるはずだって言って間違ったフォームでずっと一生懸命頑張ってるとかねうまくいくわけがないっていう話ね うん、でじゃあ成功する人っていうのは何かっていうとなんか、ね、成功する人には3つの共通点があるっていうふうに言われていると、うん、古今東西成功する人には共通点が3つあった成功するには3つあったまず1つ目何かっていうと勉強家であることだっていうふうに言われているわけ、うん、成功する人はみんな勉強家であるっていうふうに言われていますよと勉強することによって知識量情報量を上げていって自分自身をアップデートしてるんだと思うんだよね、うんでいざ実際 実践して失敗したもう失敗するに決まってるから失敗したってなっても次どうすれば成功するのかでなんでさっき失敗したのかっていうのをちゃんといつも考えている人ね、うん、だったらうまくいくと思うんだよね例えば広告なんかもそうね、うん、例えば僕なんかでもその太陽光テレアポやめて広告やるぞってなった時にあの広告のノウハウが全くないわけわからないわけね うん、それでやってみるわけよとにかくやってみようって言って作ってやってみますよとダメだったってうーん情熱が足りないからかってってアホみたいにまた,また情熱込めて書くって言ってもダメよそれ、はい、うちの父親がそれをやってました、うん、ダメな広告を一生懸命作ってたで相変わらずダメよダメな広告を一生懸命作ってるから、はい、えダメに、えー、加速かかって余計ダメになるみたいな。<laughs> 感じになってるわけなんだけど何がダメだったのか、例えば広告だったらじゃあヘッドコピーがダメだったのかオファーがダメだったのか本文がダメだったのかアイキャッチがダメだったのかとかタイミングがダメだったのかとか地域がダメだったのかとか紙面がダメだったのかと紙の大きさがダメだったのかフリーペーパーだったらどこに出すのがいいのかとかいろいろ考えるところがあるわけよ。 全部一面に出した広告がいいのか半分でろいろいかか考えなきゃいけないところがあるのに何も考えずに一生懸命頑張りますとか言って,言ってるとバカかと、はい、<laughs> お前の一生懸命はもう全く役に立たないわともう無駄金になるじゃないかっていうふうになってくると思うのねそうならないために知識をずっと情報インプットしてやっていくとでそれを上げていくと まあ要はね僕があのよく言ってるネットのクソみたいな情報に踊らされなくなりますよとインターネットで嘘もあれば本物の情報もあるじゃない、はい、でも嘘が多すぎて本物が分かりにくくなってるっていうのがあると思うのよ、はいうん、でその嘘に騙されてしまう人が大人でもいっぱいいますよと。はい うん、そんなに騙されないためにはいつも勉強するっていうのが大事ですよっていうご飯もありますよねご飯は太るかよくないとかああはい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 あるよね、はい、ありますよねそんなんがあるわけですよね、はい、何が正しいのかわからないわけ情報がいっぱいありすぎてねわ、はいうん、かんないわけねでじゃあその情報をあの何です 収集したらいいのかこれで成功の2つ目になってくるんだけどあの成功する人の共通点2つ目は読書家であるっていうことね本を読みましょう本を、はい、うん成功してる人はみんな読書家だっていうふうに言われてるわけね特に紙の本あのデジタルの電子書籍とかじゃなくて紙の本がいいと思いますで紙の本が電子書籍になったのはいいけど単なる電子書籍っていうのはあのもう普通のやつと変わんないからね普通のブログと変わんないからあの誰でもできるしね やっぱ紙の出版っていうの,は紙の本っていうのが1つの目安になってくるかなと思う、うん、本っていうのはあの読んだ人の人生を変えるほど大きなパワーを持っています、はいはい、僕は断言しますで実際、僕は読書を通じてダイレクトレスポンスマーケティングの存在を知りましたしコピーライティングやツーステップ販売っていうのを知ることができたので、ね、全部読書から得た知識です、うん、んか僕、本大好きなんですよいろんな知識得られるから。 うん、いきなり何もないところからいきなりアイディアが生まれるってことはまずないんないわけ何にもないところからあっ広告でやろうダイレクトマーケティングやろうとか言ってこんなありえへんからね、はい、<laughs> 何にもないところから生まれないから生まれないわけです、うん、で本っていうのは著者が10年とか20年かけて見つけた真実や事実を2時間とか3時間とかで読めるように分かりやすく解説してくれますからつまり10年や20年かけなかった た分からない事実がたったの2時間3時間で分かるっていう話ね、はい、うんそれはもう読まなきゃ損だよっていう話ねうん10年20年の時間を2時間3時間に短縮することができるわけですよ、はい、しかもたった1500円で <laughs> コスパめちゃくちゃいいわけですようん実際僕もそうですねあのこのダイレクトレスポンス広告っていうこの本この書籍は僕が10年かけてやった広告のノウハウっていうのを僕は全部 全部載せましたからねうん、まあ、昔の僕のように困っているっていう人を助けたいっていう一心でその秘密のノウハウっていうのを全部暴露してやりましたよとだからアマゾンのレビューなんかではほとんどの方がやっぱ「あのいいってよかった」っていうふうに言っていただけるのはその辺じゃないのかなと思うわけね出し惜しみなしでいもう一気に書いたからね。 うん、成功広告っていうのはあの僕は本当はねあの富を生む広告だっていうふうに紹介しているわけなんだけどこれ本当載せるかどうか悩んだのよね悩んだんだけど本に出す以上これ載せなきゃなとーって思って載せたわけですよ本当はあのちょっとねあの安くない価格で有料販売していたんだけどもうこの際だからって言ってダーンと。 出したわけね、で僕が広告で成功するまで2年かかったわけですからこの2年間の費用っていくらかかったんやっていう話をねめちゃくちゃかかってますからね。う 得られるわけでだからか嬉しいことにこれが1500件なんて安すぎますっていうレビューも頂い,いているわけねこれやっぱ嬉しかったなと思いましたね分かってくれる人はいてるんだもちろんねあのなんだそんな大したことないというふうにも書かれたりもするわけなんだけどだけど成功者っていうのは良質な本を大量に読んでいるっていうのが、ね、やっぱあるので。 あの年収3,000万以上の人は月に30冊以上本を読んでいるのに年収300万以下の人は1冊の本を読んでいないっていうデータもあるっていう話ですから,だから本はいっぱい読みましょうとあの知識の方法だと思っていますで成功する人3つ目は何かっていうとポジティブ思考であることっていうふうに言われています、うん、新しいことに挑戦して失敗してねえへこんだ時に出てくる言葉や言動っていうのがああの行動っていうのが 今後の違いいに出てくるんじゃないかなかと思うわけね、はいうん、ポジティブ思考だともう一回挑戦しようって今度こそう,うまくいくはずだっつってやっていくんだとネガティブ思考だとほらなやっぱりダメやんかやるんじゃなかったって言って諦めちゃうと思うのよ。はいはい うんで全部が全部何もかも全てをポジティブ思考になれっていうわけじゃないネガティブ思考はネガティブ思考ですごい大事な思考だからこれはこれで置いておくんだけどでも新しいことに挑戦するっていう時にネガティブ思考はいらないかなと思うわけねうんネガティブ思考は見直す時でいいかなと思う客観的に見る時にネガティブ思考というのは必要だと思うんだけど新しく前進していこうっていう時にネガティブ思考になっちゃうとその一歩が踏み出せなくなっちゃうからその勇気を 出して一歩踏み出す時っていうのはねあのやっぱりポジティブ思考っていうのは大事かなと思うね割合の問題なんだけどねネガティブとポジティブの割合、うん、僕はポジティブが6割以上ないと駄目なんじゃないかなと思う、まあ、場合によるけどね物事にもよるんだけど、うんね、ポジだってさあのポジティブが低いと明日の勇気っていうかねあの困難に立ち向かう勇気が湧いてこなくなっちゃうから、まあ、ポジティブとネガティブの割合はまあ7対3とか。 まあ 8, 8対2やったら楽観的になってしまうからそれぐらいの方がいいんじゃないかなと思っちゃいますねで単純にポジティブ思考の人はあの運がいいっていう話らしいのよでネガティブ思考の人は運が悪いっていうデータがあるみたいですはいなんかね運の良し悪しっていうのは個人的な主観によるものが多いと思うんですけどポジティブ思考の人は自分で自分のことを運がいいと思ってるんだって。 でネガティブ思考の人は自分で自分のことを運が悪いと思っている傾向にあるらしくてまあ単純に考えてさ「俺は運がいいんだ」っていう人と「僕は運が悪いんだよな」って言ってやっている人ではどっちの方が成功する確率が高いですかっていう話をね、うん、特に運が悪いと思っている人っていうのは僕の個人的な独断と偏見です、はい、あの他人のせいにする傾向が高いかなと思っています。 何、うん、かのせいに人のせいにしたり物のせいにしたりそうそうそう政治のせいや社会のせいにしたりとかね、うん、こうかなと思うなだからこの3つ成功する人の条件共通点っていうのが、えー、勉強家であること読書家であることポジティブ思考であることっていうのがこの3つかなと思っちゃうわけね、うん、でこの3つを真似すれば成功するんじゃないかっていう話もあるぐらいだからそれなんかなんとなく分かるな、うん、だって ネガティブになりそうな時売り上げでコロナ今回みたいな業績が落ちてきたとか、はい、そうなった時にネガティブになってしまってどうせダメだから俺どんだけ頑張っても駄目だよなんて思ってたら新しいこと挑戦できないじゃない。はい うん、どうせ補助金申請したって、俺は運が悪いから、ね、申請してもあの受からないよとか言ってなっちゃうわけじゃない、はい、抽選なんだろう、じゃあ俺無理だわとかなっちゃうわけでしょ、はいあの、受かる可能性が高いにもかかわらずみたいな、うん、でもポジティブばっかりはだめよ、単なる楽観的思考になって、あのネガティブがないと、そのリスク管理ができなくなっちゃうからね、<laughs> 何も考えずに行けとか言って。 赤信号関係ねえみたいな <laughs>「バカ野郎!」みたいな <laughs>「やめろ!」って、はい、だからまあまあそういうふうにちょっとポジティブ思考とネガティブ思考の振り分け、うん、で新しいことに挑戦する時っていうのは何でもそうだけどネガティブに陥りやすいのよ失敗するから、はい、だからその時ポジティブが大事ですよっていうのはちょっと言いたいしやっぱ情報不足知識不足だと失敗する可能性があるからやっぱ勉強しなきゃいけないしやっぱ紙の本っていうのもいっぱい読んでいく必要があるよで何より大事なのが「 実践することです。実践すること実践しないと気づきがない。うん。発見がないからね。分かんないもん。だって、基上の理論だけじゃ分かんないからね。いざやってみて、初めて、うん、分かるわけですよ。いくら漫画の描き方とか、デッサンの仕方っていうのを習って、あなるほどねって、YouTube でいっぱい見ても、書けるかって言ったら、書けないと思うのよね。うん。やり方、描き方は分かっても、多分書けないと思うよ。それは、書いている量が少ないから。 いくら YouTube で美味しいだし巻き卵の作り方ってを見ても初めてだし巻き卵を作ろうと思ったら作れないと思うんだよねあ,あのオムライスかなんかあのクル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 ってなんかやる、はい、くにゃーってなんかこう美味しそうなやつあるじゃない、はい、いくらこうピューって箸でやるんですとかって言ってても、はい、初めてやるときには多分失敗すると思うよねうまくいかない火加減火力がどうなんだとか言って、はい、なってくると思うわけですよ 実践ですまず実践していって何が駄目だったのか悪かったのかっていうのを改善していくいつも考えてる人っていうのが成功していく人だっていうふうに僕は考えていますので是非、まあ、ねあの失敗で終わらないためにも是非その成功する3つのパターンといつも考えてるっていうことがまあ大事になるかなと思いますね。辻先生今日もあありりががととううごござざいいまましたす